どうも、マイトレスの中村です。しながです。キントキイリアンです。ということで今回やる企画は中学校の思いです。建築何その言い方いいのそれで不安になっちゃうよ俺。全員不安だよ今。不安になるぐらいならやるなもうね、多分ね、見てる人半分ぐらいに減ったな。今回はこの4人がね、どういうことだ、中学校の思い出を建築していきたいと思います。建築していきたいっていうか、してきたんですね。グダグダすぎんか。トークを混ぜて発表すると、まあ前にね、あの高校の思い出っていうのやったんですけども、僕らは高校時代は同級生だったんですよ。同じ学校というかだったんで、そうだね。そう、お互いに、あーこれあったねみたいなトークができたんですけども、今回ばかりは全員中学はバラバラなので、お中学バラバラくらい。お互いの初めて聞くエピソードを聞いてリアクションするっていう。まあでもだから俺ら言うても高校以降はさ、ずっと一緒だったわけじゃん。そう、はいはいはい。ってことはまあ中学のエピソードとかもまあ大体想像つくやん、俺らどんな中学生だったみたいな。まあこいつこういうやつだよなっていうのね、まあまあまあ、だからまあ建築見てこれこういうエピソードやろうっていうのを当てたやつが中学王ね。あ、okay、そういうやつなんだこれ。そういうやつ、そういうやつなんだはい、はい、絶対当たんねえよじゃん。かなり難易度高いと思うけど。まあやるか。はい、やっていきましょう。誰から行く？お？俺が行く。ごめん。あ、なんか。あ、なんか見たことあるな。見たことある。見たことあるね。なんかすごい近未来的な学校だね。これ。いやこれ絶対。高校の思い出近。あ、塾。あ、確かに。塾か。これは塾と見た。塾か。塾かはさ。はい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 。はいはいはい。いやだってホワイトボードあるもんね。あるね、確かに。あんま中学ホワイトボードじゃないから。めちゃくちゃ高いけど。書けねえよこれ。確かに。あ、スライドして上下変わるタイプのホワイトボードかこれ。で塾で前にいる人と後ろにいる人がマジでブチ切れてる。なんで二人いるんだよ。顧問と副顧問か。ぱっと見どっちも先生だよな。塾ってでも先生二人いないよね。基本。基本一人。研修の先生が授業してて後ろで。その本当の先生が見てるみたいなやつあったじゃん。あ、でなんで研修もブチ切れてんの。だ研修が生徒がゴミすぎてブチ切れてそれを見たその先生がおい研修ブチ切れんなよってブチ切れてカオスだな。なんか生徒側にさ特にこう細工がないじゃん。なんか誰か寝てるとか、まあ、後ろ向いてる、ね、横向いてるとかないから、なんか生徒側の問題じゃなさそうなんだよね。あのね、これはね、わかんないね。あれじゃない教師同士が言い争い始めちゃったパターンじゃない、これ。あ、先生同士が。生徒を挟んで、先生同士で、いや、なんかこの教え方どうなのみたいな感じで、こう、まあ、それこそキリアンがさっき言ったに近いけど、まあ、何かしらのきっかけで、先生同士が口論しちゃった。それだ。それで、それから、その先生がめっちゃうるさく叱ってたら、うるせえっつって隣の先生が来たみたいな。確かに、このドア開いてんだよ。ドア開いてんだよ。別からね、入ってきた説あるよね。そう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 。わざわざ、そしたらここに置くのかな、ここに置かないかな。ここにいる時点でさ、まあまあ、授業を見てる先生だからさ。まあまあまあ。話しますか、じゃあ。あ、お願いします。何なんですか、これは。あ、もう先生2人同士が喧嘩してるっていうのはあってますね、確かに。おぉ、まあ、待ってんの、正解じゃん。じゃあ、俺1ポイントもらいます。いや、ポイント。ポイント。ポイント背負ったんだよ。まあ、そうね、これエピソード、このまず起こる前の段階として、これ国語の先生の先生ね。はいはい、はい。で、これが数学の先生の先生ね。ああ、で、この授業の何日か前に、先生が、この人国語の先生なんだけど、はいはい、あ、これこうやって教えるんだよみたいな、先生の言ってることちょっと違うから他の解き方の方がいいよみたいな、そういうなるほどね、バチバチじゃん、まあいろいろなんか言ったらしくて、まあそれをまあ次の数学の授業でその生徒が先生にチクったというか、まあそ、まあ、チクったというかまあ言ったのなるほど。だからその次の授業で、ね、授業してる間に先生が授業中、乗り込んできた。僕この授業中なんだけど乗り込んできておいっつってちなみにこの人19歳なんで、まだあ、若っめっちゃ若い先生で、この人40歳ぐらいで、もう立場は逆なのに怒鳴り散らかすっていう、やばっ、怖っ、面白かったって。俺ら生徒はマジ全員黙って怖すぎだわそれ。絶対お前バシバシに喧嘩した。絶対お前笑ってたろ、絶対ニヤニヤする。面白かったよこれは。しかも面白いのが、この先生って人のお姉さんがうちの中学校の先生でもあって、いろいろ関係深い先生だったからね。いやいや面白かったね。へー、そのめっちゃ反省して
これどこ校？どこ校の話？いいですね。次は次はあれか？クジャク、クジャク、また部屋だな。これは、あ、でも違う。これは、あ、シャケの部屋か。あ、何も俺の部屋ではない、俺の部屋ではない。え、違う部屋じゃないの。いやではない。なんか、監禁されてる、監禁されてる、監禁されてるよな、これ。鉄の扉ってことは、これこんな小窓から出れねえよ、こいつ。ってことは、まあなんか自習させられてるとか。時計あるね、うん、ね、この時間まで。むしろ時計しかないよ、むしろ。何これ、ホテルに缶詰みたいなやつ。漫画か。あ、分かんないな、これも。いや、わかんねえよ。まあ、さすがにね。まあ、これ学校の一つの一室なんだけど、まあ、これ俺が今までで多分一番起きた瞬間に絶望した日だね。ちなみに中学時代ね。中学時代に一番朝起きて絶望した日。あ、起きたって、目覚めたの。起きた、目覚めた。そう、目覚めた。なんでかっていうと、中間テストで寝坊して遅れて個室受けてるっていう。いるわ、そういうやつ。この日にもう朝6時ぐらいまで普通に徹夜で勉強してて。あ、勉強してたんだ。その後寝ちゃって朝起きたら10時ぐらいで、ほんと8時ぐらいに行かなきゃいけないのに、あ、10時ぐらいに起きて、えぐ、大寝坊じゃん。そう、直接行って今来ましたっつって、じゃあ全員一人で個室で受けるかっつって、あと1時2時間遅れてたら全教科受け終わった生徒が下校するから、俺はもうその時点でアウトだったらしい。あー、なるほどね。俺も1回だけあったな。これは高校だけど、俺も高校時代に、てかやってたっていうか、僕じゃない、あれだね、遅延だよね。遅延もあるし、遅延とあれね、怪我もある。そう、あ、怪我だ。そう、俺ね、2回やってんのよ。2回追試受けてんのよ。まあ、高校だったね。そう、俺は2回とも高校で、なんか全く自分の意思じゃなく2回追試受けるはめ。追試ってか違うな、時間ずらしで1人だけ別室で受けるってやつやったことある。ああ、なんかじゃあ高校でやったことある。うん、これね、結構初めてやったけど結構集中できるんだよ。でも、じゃあ毎回遅刻する。環境いいのよ。あ、でもめっちゃ怒られた。なるほどな。でも俺、中学校主任に怒られた。テスト変えられたりはしなかったの？いや、しないしない。あ、しないの？生徒とか話し合う時間は一切ないっていうあれだから。ずっと生徒、あれ教室にいるから。俺、教室に行かずに。あ、じゃあもう本当に缶詰なの？本当に監禁っていうのはその通りだ。おぉ。生徒と会っちゃいけないから。なんかお前、勉強ばっかしてないか。確かに、なんか偉いな。偉い。偉い。じゃあ次は。やばいやばいやばい。これなんか誰かに喋ったことある気がするんだよな、これ。あ、俺だ。これ聞いたことあるよ。やば、これなんかやばくね、これ。え、何刺さってね、なんか。てか足おかしいだろ、場所。いや、もう俺は、俺聞いたことある。気絶してない気絶してない、なんか。これはあれですか。あ、まあ、これはもう説明というよりは見たままだから、別に踏み外して、なんか股の位置ミスって死んだ。この辺、まあもちろん違いにハンドルが方に進んでるんだけど、段差があったのよ。あ、その通る前ぐらいに、この辺ね、段差があって、はいはい、その前は俺こっち側で立ちこぎしてたのね。立ちこぎして進んで、段差で段差両足のペダルからポンってちょっと浮いて、どっちも着地をミスった結果ついっつって、どっちも足についたんだ、ついたのよ。で、後ろにペダルがあるじゃん、こういう状況だと。で、これ、あ、これあれか、回転してすね、ふくらはぎ叩かれるやつか。しかもこれ、めっちゃ速いのよ、移動速度。あの、塾に通ってる間の全速力で自転車に行ってる時で、全速力で、ダンスがガーンっていって、ペダル両足飛んで、どっちも地面についてペダル後ろのふくらはぎガーってめっちゃ痛い。うわー、痛い。めっちゃ痛かった。もう、全身緑色になっちゃってるもんね。これはもう俺ってことなんだけど。まあまあまあ、マジで。めちゃめちゃうなだれてるし。あ、これ思い出したからしゃべりたいのあるんだけど、なんかこう他の人の見てさ、あ、俺もなんか似たような体験で声になったなみたいな。まあ、一旦俺のやつはこれぐらいね。おお、なるほど、ね。まあ、この後膝ついて膝もスリム。いやー、来たから。地獄はやめろよ。地獄やんけ。でも別にそんな別に OK があったわけではない。普通に一瞬びっくりしたけど、すり傷。うわ、痛えってくる。すり傷だもんってぐらいですよ、ね。一応すんの。まあ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 。ただめっちゃヒヤッとした。浮いた瞬間マジで終わった。振り外した瞬間終わったと思った。それ以来俺立ちこぎしてないんだよね。じゃあ、もうやめた。基本的に。絶対時間止まっただろ。マジで時間止まったし。本当にこれ以降立ちこぎできなかった。ダンサーもめっちゃビビるようになった。うお、ん、お。おお。おわあ、でもなんかすごい。クールじゃないこれ。すごいこれ。建築がすごい。中村、一番後ろにいる。
これはすごいけど中もいるね。いやすげえ、ね、すげえな、すげえ作り込んだな。建築がシンプルにすげえんだけど、めっちゃ作り込んでる。ピアノすげえな。めっちゃボグとか置いてた。え、すごい、なにこれ。こんなんできんだ。なんか調べて、せっかくだし作るかっつって作った。すげえ。いい。普通にあの YouTube にあったやつほぼ丸パクだけど。いいけどエピソードがわからんな。エピソードがわかんない。合唱。なんだろう。中村のなんか声だけすごい聞こえるって数なのかなこれ。あ、中村の声めっちゃでかいみたいな。上の何？あ、あのソプラノの大きさ、アルトの大きさ、テノール。バサスの大きさ。はいはいはい、はい、あ違う、黒がテノールで水色中目なんじゃない？あ、水色中目だね、多分。そうだ、テノールみんなめっちゃちっちゃいのに、なんか、あるよ、あるよ、中目の声響くみたいな。中目が裏声でソプラノ歌ってたみたいな。あ、そっちか。あそっち説もあるな。それあるな。それもあるね。じゃあやっぱ中目だけソプラノだったエピソードでいこうぜ。いこうか。うん、じゃあそれで。まあでも、あながち間違いじゃないんだけど、もう、一応、ソプラノあると、テノール、バスがあったの。あ、バスあったんだ。バスあったんだよ、うち。で、なんか、うち結構、合唱は多分結構力入れてる学校で、なんかあの、毎年ね、その合唱コンクールが1年生、2年生、3年生合同で一気に行われるんだけど、あの、うん、で、クラスごとに、その学年の1年生の課題曲っていうのと、自由曲っていうのがあって、あ、それはあるね。あるよね。そうで課題曲はみんな決まってて、で自由曲はなんかいくつかある候補の中から選ぶみたいな感じで、で、まあ、いつも俺好きで歌ってんだけどさ、あのでうちはさ第一志望にコスモスを入れたのね。コスモス好きだから。コスモスいいね。でコスモス負けたんよ最後。第一志望取られちゃって負けがち。人気曲。そう人気曲負けがちで、で俺もコスモス取られた記憶ある。そうで僕らがそれで取ったのがもう仕方なくっていうかもう難易度高いけど成功すれば絶対うまくあのめっちゃ綺麗に聞こえるっていう、まあ、青春譜っていう曲を選んだの僕らは。それが、そうどうやらそう高校生向けの曲だったらしくて中学では結構レベルが高かった、っていうのもやっぱりその揃えるのが難しかったり、まあ、そのそれぞれがバラバラに歌ったりするから本当に綺麗に歌わないとなんか本当にばらけて聞こえちゃう。バラバラの中でも一体感を出すためには歌をうまく歌わないといけないんだけど、しかもなんか元々が合唱曲として作られたものじゃなくてなんか絵画をベースに書かれた詩から合唱曲みたいな感じでできてるから成り立ちがちょっと複雑で、なんかまあ曲がいわゆる合唱曲向けの曲ではないのよっていうのもあって、あのこれ何表してるかっていうとこれ音程なんですね。であの青春譜はあの全部で5分から6分ぐらいあって結構長いんだけど、あのね後半のね C メロとラッサビの間ぐらいのところでね、あのテノールがソプラノを超えるっていう瞬間があってなるほどね。そう聞いたことないな。そう曲の最高音がテノールが一応最高音出すのがポジション的にテノールっていうすごい特殊な曲で、でソプラノ超える最後に。あっちゃダメだ。そう、あっちゃいけないことなんだけど、あっちゃいけないことが起きるんだよね。で、確かテノールの中でもこの音が出るのが俺しかいなくて、ほぼだからそこの音はもう僕頼み。僕もこの時はそんなになんか裏声綺麗に出せてなかったんだけど、まあそれでも僕しかいないぐらい、まあみんなそんな高い声が出なかったからっていうので、もうまあ穴がち。そう、穴がち間違いではない。まあ、まあ、基本的にはテノールが超えるよっていう、テノールが超えるような曲を選んだよってエピソードなんだけど。まあほぼソロみたいな状態ではあった。じゃあ 0.5 ポイントあげましょうか。絶対覚えてないやつですね、はい、合唱コンにまつわる話。いや合唱コンもあるだろうな、いろいろある。俺もめっちゃあったわ。じゃあ金時いくか。はい。どういうこと。なんだよこれ。いやもうありえないけど。ピーツグさんやめとけやめとけ。ちょっと中学校だぞ。夜ねえ、これ何これ誰だよこいつ。ここじゃねえよ。え、なんか見たのあなた。リュック背負ってんのか。え、金時がなんかすごい体験をしたってことこれ。ん、いやそんなことはない。そんな宇宙人と出会ったみたいな、そういう違う、ね、人間じゃないやん。いやこっち、ちなみにこっちが俺だよ。え、お前中学の時こんな感じだったの。こんな感じってこんな感じだったんだ。ホスが俺こんな感じだったんよ。そうなんだ。こんな感じで全部違う。なんで顔作らなかったの。なんか理由あんの。もちろん あ、 あるんだね。そこに理由があると言っても何してんの。これは先生かな。でかいし先生っぽいけど
まあネクタイの色違うからそうなんだろう、なんかお前透明人間みたいだなみたいなでも腕もないもんね。本当だ、腕もない。お前マジ存在感なさすぎてまず透明人間だなってボスに言われたっていう衝撃のあれじゃない。まあでもちょっとね違うけど方向性はあって、方向性はお前マジ自分のクラスの担任の先生にお前誰だっけって言われたみたいなあーなるほどな、なるほどね。でも夜で、夜関係ありそうだよ。あ、そうか、夜か。確かに夜だ、ね、夜は。わかった。この、お少年金時日焼けしすぎて、夜目しか見えてなかったっす。正解です。マジかよ。これは1ポイント。マジかよ。ガチか。ガチか。これ、これ塾の先生なんですけど。あ、塾です。まあ、中学生の私、まあ一応、まあ一応運動部、外の運動部で。はいはい、で俺めっちゃ日焼けしやすいやん。そうだね、確かに。だから、まあ、中学生なんてもう日焼け止め塗らないし、あ、真っ黒になる、常に真っ黒だって、ね、もうね、夏夏合宿じゃねえや塾行ったら先生に「うわお前黒すぎて目しか見えんかったぞ」って言われたっていうエピソード。マジか先生。そう、それはおもれえわ。リュックしょってんの。リュックしょってんだから、まあ、しょってるってかついてる顔面おもろすぎ。顔面おもろいね唇こんなオレンジだったんだね先生の口もなかなかよ。体は見えてたもんね。でもやだ、服着てるから見えるんだよ。あ、腕と顔が見えなかった。腕と顔見えなかった半分冗談 だけどそれぐらい黒かったというエピソードですね。あーでもこうやって下から見たらすげえ日焼けしてる人に見えなくもない。いや見えない見えない見えない。星のせいで。え、どれ、どっち、全部、これ手前2個、これで1個、あ、これで1個、手前の3人で1個。やばいやばいやばい、まあ、これで全部今見えてるので1個。見えてるので1個。なんだよこれあ、やばいよこれもう。え、ヤンキー、え、ヤンキーと菩薩いるんだけど。修学旅行とかって何か。あー中学旅行っぽい。何これ、何え、まあ、これ セットって言った、セットって言った。あ、全部でしょ、見てるんですか。奈良の大仏行った時にヤンキーに絡まれた的な。ヤンキーに絡まれた。いや、それか、それかこれが、これがキリアン、それがキリアンがかもしれないこれ。ヤンキーだ、ヤンキー時代。こいつだけちょっと可愛い顔してる。こいつ可愛い顔してる。本当だ、可愛い顔してる。オブザーバー可愛いな。これがキリアンなんじゃない？あ、これキリアン。それだけ違う。制服こいつもっと担いでんじゃん。制服脱いで、そう、そうだね。右手に。これ何持ってんの？やっぱ木刀だろ。木刀か。あー、確かに木刀だね。奈良とか京都行ったら僕と買う。主役旅行でやっぱ僕と買う。まあまあ 95% 正解っすね。おお。ちなみにこれが俺で。本当なんだ。本当にこれが俺で。で、このあのこっちにいるのが。知らん。でこの真ん中にいるやつはまあ。知らねえ。名前変わんねえな。全部言うなこれ。で。ね、結構やんちゃな感じのやつで同じ班だったんだけど、あの木刀を買って制服脱いで上裸で、あの制服担いで奈良の大仏を見に行くっていう。やばすぎだろ。結構合ってんな。そうで、他の修学旅行生もね結構いたんだけどね、なんかマジで距離取られる。え、そうだろうな。やだ。しかもガチでこんな感じで横に並んで真ん中にして歩いてたから、なんか本当になんかねめっちゃドン引かれてた。ドン引くの？他にもねグループメンバーいたんだけど、みんななんか離れて歩いてた。いや下っ端なのこれ。うん、俺下っ端だった。下っ端かい。下っ端かすごい。でもなんか一見墓踊ってるようにも見える。確かに2年前ぐらいにあったんだよね。ああ、どうだったんです。いや、すげえ怖くなってたわ。怖くなってんだ。怖くなってた。ちゃんと怖くなってた。順当に成長してた。ちゃんと怖いのにこの頃。またなんか同じようなやつ。もうなんか同じようなばっかだな。同じようなやつ。俺の中学こんなエピソードばっかなんだよね。やば。猿じゃんこいつ。猿ゲッチに出てくるやつだなこれ。これキリアンでしょ、また。何？カツアゲされてんじゃん、もう完全に。構図カツアゲなんですけどこれ。おい金出せよっつってね、これガン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 っつって。これね、あの入学式のエピソードなんですけど、
怖すぎだろ強烈だないやなんかね入学式終わって帰ろうとした時にまあこの一個上の先輩のやつがまあこうやって本当にこういう歩き方で来たのめっちゃガニ股で超足開いていわゆる手突っ込んでそうでなんかいんな変な色してさこれ反川キメジじゃんでも本当にねこんな髪型してさもっと出てたもっと出てたもっと出てたいや本当にこんぐらいこんぐらいこんなヤンパイだなんかねピアスしてたしなんかなぜか当時からコロナ意識これピアスなんだそう中学生だよなそうそうそうえでなんかコロナ意識か知らんけどマスクつけてて目ギンギラギンだもんねそう目がね本当にねガン決まってんのでこんなダッセー色のインナー着て前全部開けてかわいそうでまあ入学式終えて帰ろうとしてる俺のところにこうやって近づいてきたんだよのしのしって、うんうん、でおいおめえ新入生だよなっつって声かけてきておめえよってやつ知ってるかっつってなんかどうやらを探してたらしくてで俺結構そのとね仲良かったんだけど殺されるって思っていやちょっとやっぱ多い名前なんで分かんないっすねとか言ってそしたらなんかマジでブチギレながらあいつ入学式から第一ボタン開けてやがったんだよっつってブチギレながらとか言って中学怖ってなったどんな格好してってんだよしょうもなくもうね本当にでもやっぱさ小学校のさ平和なところから中学に来てさ入学早々こんな体験をしたらねもう怖くなっちゃうよね中学校この人とは2年前に会ってないのいやこの人はもう会ってないよ会ってない会いたくもないこの人も言わしなんかもう本職とかになってるだろう絶対あの人はあの人は絶対会いたくないこいつはいや分かんない中学時代こういう風になりがちだからなあーまあ確かにねありがちな時期だからなっていう僕のエピソードでした。まあ、うちの中学どっちかっていうとちょっと治安悪かったんで。まあこれ聞く限りはやばいね。やばい、ね。ファストもやべえもんだって。分かってはいたけどオチがないんで、ね。オチはないね。ないな。まあワイテル君が右から来ればそれはオチだから。じゃあオチだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。